ダナーとオッシュマンズがコラボしてるシャツになってくるんですよ。まあおすすめのシーンとしてはね、ウールリッチのねジャケット置いたんやけど、これに関してはね、はい、本日ですね、秋冬に使える男っぽいシャツをねご紹介していきたいなと思います。ということで、それが何かというと、こちらズドン、ダナーというねブーツのメーカーありますよね。こちら皆さんご存知かと思うんですけど、これはダナーフィールドっていうゴアデックスのブーツなんですけど、このダナーライトってこれ似てるやつあるの分かりません？ここに画像出ると思いますけど、これをベースに合わせやすい洋服作ろうじゃないかっていうところで、ダナーっていう洋服屋さんとオッシュマンズっていうセレクトショップ、よく僕たちがお邪魔させていただいてるところねがコラボしてるシャツになってくるんですよ。でね、この間買い物動画で買ってる様子見ていただけたかなと思うんですけども、カラーがね確か3色ぐらいあるんですよ。このグリーンと、あとグレーみたいなやつと、あともう1色なんかあって、3色あるんですけど、ちょっと一回ね着ていきましょう。はい、まあサイズがですね、僕が L サイズで着用しております。178センチ、70キロぐらいで L サイズで着用しているんですけどもね、生地感的にはね少し起毛感のあるような生地感なんですよ。で、分厚さとしてはこれぐらいの分厚さなんで、結構肉厚というかしっかりしてる。シャツってもっとペラペラなイメージなんですけど、こうガシッとしてるなっていう印象ですね。これウール入ってるかな、あ、コットンですね。コットンだけなんですけど起毛感があるんですよ。ちょっとウールっぽい感じになってるので、あえて起毛させてるんやとは思いますけど、ウールシャツかなみたいなイメージですね。で、これがねなんかね、今やったらねなんかノベルティもらえるって言って、なんかノベルティ欲しさに勝ったっていうところも若干あるんですけども、それがねこれです。ちょっと開けてみましょうか。出てきました、こちらですね。ズドン、このねダナーって履いてますけども、なんか1万円以上かなんか買った人にはついてくるみたいな感じで、僕オフィスがあるので、もうこれオフィスなんですけど、オフィスにね置いとこうかなって、お客さん用に置いとこうかなと思って、これは嬉しいかなと思いますね。で、まあシャツの方にちょっと戻っていきましょう。シャツの方はね、まあどうなんかっていうと、まあ今こうやって着てるみたいな感じで、まあ、いつ着れんのっていうと、これから秋、そして冬ですよね。冬とかやったらこれインナーにしちゃって、例えばねこうねちょっとまあベストとか羽織っちゃってね、こんな感じっていうのもね一ついいかなと思いますけど、どうですか、どう、変な感じいけてる、まあまあ悪くはないか。で、やっぱりコーディネートとしてはこういうブーツ履いた方がいいんでしょうね。ダナーのブーツがより似合いやすいような仕様になってるので、こんな感じのマウンテン仕様っていうのでもいいし、こういう感じでね黒の細身のパンツでいったら、皆さん大好きな木村拓哉さんですね。2004年のプライドの時の木村拓哉さんっていうと、大体この緑のシャツに細い黒パン履いてるっていうのが、キムタクスタイルなんですけど、こういうスタイルもできるし、そしてちょっとどこか懐かしいね、こういうアメカジスタイルっていうのもねできるかなと思うんですけど、まあこんな感じで、着れるんじゃないかなと思います。だから今っぽいかって言われたら今っぽくはないんやけども、僕らの30代以上の人が昔、あ、こういうお兄さんおったよねっていうようなね感じの、シャツになってるんじゃないかなと思います。でね、こっちにね一応置かしてもらったんが、何置かしてもらったんかっていうと、ウールリッチのねジャケット置いたんやけど、これに関してはね似てるような感じじゃないですか。これ赤か、緑どうしますかとかって言ったりするかなと思ったんだけど、違くてね、これ中綿入ってるから、これに関してはなんていうの、もうちょっとこう寒い時に着るようなジャケットと思っていただけたらいいと思うんで、多分ねこれ紹介するじゃないですか、拓蔵さん、あのウールリッチのシャツとどっちがおすすめですかって言われるやろなと思ったから、これは冬用というか、冬初冬から、真冬用なんやけども、まあ、こっちに関してはもうちょっと秋ぐらいから、まあ、冬初冬ぐらいまでいけるんちゃうかな。で、まあ冬な、真冬になっちゃったらインナーにしちゃうっていう感じで、着ることもできるんじゃないかなと思います。でね、デメリットとかはね、どういうところがなんか注意とかデメリットあるかなと思って、まあでもコットン100やし、なんか特別、例えばボタンのところがスナップボタンになってて剥がれやすいとかっていうのもないんですよ。普通に引っ掛けるボタンやから特にそんなに苦労することもないので、ほんまにねタイトル通りオールドシャツって書いてるけど、まあ言ったら昔っぽいシャツなんですよね。だからハイテク感も全くないし、素材も別にめっちゃ新しいやつが入ってるわけじゃないけども、なんか2000年代を思い出すというかね、ちょっとこう古き良き感じのいい感じかなと思います。まあ一点注意点とするなら、この柄ですよね。そのチェックシャツって人によったらなんていうの、ちょっとこう秋葉原っぽい雰囲気になる人もいてるし、人によったらちゃんとこうチェックシャツっていう感じの人もいてるから、まあこれはどうやって似合うかっていうのはやっぱ顔の形とかによってだいぶ変わってくるので、ちょっとどっちかっていうと顔薄いって言われる人らはもしかしたらこれ似合いづらいかもしれないんで、まあ柄が得意な人、どういう人が得意っていうと、顔がどっちかっていうと濃い人とか顔のインパクトが強い人には、合わせやすいんじゃないかなと思います。まあおすすめのシーンとしてはね、やっぱりね僕これからねちょっとね、あの秋になってきたらねバイク乗るんですよ。だからバイク乗るからこの状態っていうのもいいんやけど、結局はね女子受け悪いけどやっぱライダース行くんですよ。でこの上からパってライダース着るでしょ。それはそれでかっこいいじゃないですか。お、なんかこれでバイク乗って、でグローブだけ黄色いグローブつけてブンブンブンって走り出したらかっこいいなって、でちょっと上までこう決めたりしてもかっこいいじゃないですか。だからこういうなんか男っぽいのがまあ好きなんであれなんですけど、まあこれ女子には分かってもらえるんですよね。ちょっともうそれ両方ダサいからやめてくれるって。そのレザーもなんか女子はあんま好きじゃないし、でチェックシャツもなんかその昔は流行ってたけど今流行ってないやんか、やめてくれるって言われたりしたら、それはそれでガーンなんですけど、まあすいません、これ値段なんぼやったかっていうと、値段がですね
13,750円ということになっておりまして、12,500円の消費税になっておりますので、まあ、そんな高くないのでね、まあ、気になる方は見ていただければなということと、1個注意点としてはあれですわ、オッシュマンズとのコラボやから多分そんな数はないと思います。だから欲しいと思う方は、まあ、もしかしたら狙われた方がいいかなと思うんですけども、まあ、そんなことで、お伝えさせていただいたというところで、ダナーのオールチャットということになりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。